南河内グリーンロードでございます。この下をちょっと入っていくとね、これか、あ、遊んだ場合じゃないね、ちょっと行かんとね。近鉄の踏切でございます。近鉄の踏切やけど、なんか書いてないね。南国踏切っていうのは分からんか。こっちから見るとね、こっちが奈良方面でね、こっちは大阪方面ですよね。あっこやな、あの辺の下がね、太平塚公園になってるんですよ。本当にね、石碑の上をね、線路が通ってますからね。はい、ちょっと覗いてみましょうか。線路をね、行くとき分からんかったかね。ちょうど真上に線路があるんですよね。まあこの辺はね、なんかもうイメージ的に古墳がありそうな感じやけどね、あの上は石がゴロゴロしてたようで聞いとるからね。ね、なんか調査してないとこもあるかもしれないですね。はい、ここでございます。今日は朝日で中見えないかね。これはちょっと下降りて中入るよね。もう電車来たね。電車来ましたよ。電車をちょっと取ろうか、取れるかで、ね、はい、電車が通過します。急行でございましたね。はい、反対側から見てみましょうかね。なんか30メートルの円墳か、どうだろう。この道の形を見ると、もともと円墳やったから、その辺がね、真上で通ってますからね。まあ、綺麗に、筋が綺麗にされてますわ、これ。まあ、逆光でございましたか。真上を線路が、ね、引いてあるから、電車通りますけどね。ちょっと降りてみましょうか。汚れるな。誰か生えてるね。血の来た時はここいっぱいね。あるいは、蜘蛛の巣がいっぱいあったんやけどね。土砂がだいぶ流れ込んでますね。生えてきましたけど。大きな石使ってますわ、これ。これ。高さが、今土砂が埋まっとるんでね。どれぐらいだろう。155センチぐらいあるか。一番奥の石大きいね、これ。ものすごい石を使ってますわ。上の石もこれ。天井石も。下、水、ベタベタですわ。こんなんでございます。下、水がちょっとね、こう下に、ね、流れてきてるからね。靴ベタベタやわ。粘土質の。ちょうどこの辺のビルは、おそらく線路でございますね。線路作るときわからなかったのもね、これ。上、マウンドがあるわけやからね。まあ分かっても、その頃は全くね、全く関係なくにね、線路引きあったかもしれないね。なんでか言うとね、当時はあんまりそんな意識なかったんでね。いやー、みんなこれ入ってるわ。足跡だらけやわ。ほら。天井石も大きく使ってるわ。向こうの奥の石が大きいもんだ。天井石もね、1枚2枚で来んねんやから、これ3枚目来んねん。これは間石は入れてねえな。ていうか、長いこと近鉄の電車が通っとるけど、武器ともしないのかね。なかなか電車が来へんな、マット。いわゆる両袖石やね。石図が5メーターぐらいありますかね。だいぶ中広いですわ。で、下がおそらくね、土砂で埋まってるから、高さはおそらくもうちょっとあるんでしょうね。どれぐらいあるやろう。ああ、電車通ったんだけど、全く聞こえんがね。こんな状況で、電車が通っても全く聞こえませんわ。びくともしませんわ。中入れますけどね、ちょっとね、雨なんですやから、すごいことになってますわ。すぐね。
また電車が通りましたけど、全く下で今入って見てないんやけど、ほとんどしませんわ。びっくりもしませんでしたね。場所はですね、不動の703号春日から奈良方面に向かって、この高架のグリーンロードと、もう一本先が南半田道やったかな、その辺のところに止めてもらうとね、歩いて200メートルぐらいかな、線路のすぐ下でございますから。はい、ありがとうございました。太平塚公園でございました。朝一番にちょっと言っていましたけどね。はい、ありがとうございました。